どれにしようかな。これだ。あれ、ひろきまだ起きてたのか。うん、でもこんな魚がいるんだよ。あ、ほんとだ。でもね、海の中にはもっといろんな魚がいるんだぞ。そうだ、今から見に行こっか。うん、でも夜なのに行けんの？大丈夫、行こう。このドアを開けてごらん。わあ、海だ。ねえパパ、でもどうやって海の中に入るの？潜れないじゃん、僕。じゃーん、ダイバー潜水艦。これがあればどこでも潜れるんだぞ。だってこの小さいの乗れないじゃん。じゃあこれを食べて。何この飴。わあ、げえ、僕とパパちっちゃくなっちゃった。さあこれを乗れるぞ。こっちだ。ここから乗るんだ。なんだろう、もうなんかビルワみたい。よし、行くぞ、ゴー。わあ、魚がいっぱいいるんだね。あの魚は何を食べてんのかな。もっと近づいてみようか。うん、なんだこりゃ。ミジンコの仲間じゃないかな。あの魚何？クロサギっていう魚だよ。砂を食べてんのかな。砂の中に住んでる小さな動物を食べているんだ。へえ。じゃあもっと砂に近寄ってどんな生き物が住んでいるのかよく見てみよう。あ、目がついてる。これはカレイの仲間の赤ちゃん。こっちはちょっと大きくなったやつだ。メイタガレイという種類かな。あ、逃げた。ロープに魚がついているのわかる？あ、タツノオトシゴだ。うん、よくわかったね。タツノオトシゴの仲間でタカクラタツって言うんだ。ここにもいる。これもタカ…なんだっけ。タカクラタツ。この赤いのはちょっと感じが違うね。うん、これが本当のタツノオトシゴ。こんなのもいるんだぞ。これはなんかタツノオトシゴじゃないみたい。でもちょっと似てるだろ。だから名前はタツノイトコ。タツノイトコ？変なの。じゃあこれは紐みたい。これはヨウジュウオの仲間で、パパも名前がわからないんだ。ふーん、じゃあ僕が図鑑で調べてあげるよ。今度は棒みたいな魚だね。なんていうの？ダイダイヨウジっていうんだ。お腹のところをよく見てごらん。卵を持ってるだろう。うわー、たくさんついてる。なんだこりゃ。これも魚？そうだよ、海天狗って言うんだ。天狗みたいな顔だろ。うん、海天狗もタツノオトシゴにちょっと近い仲間なんだ。これも天狗？天狗は天狗でもこれは天狗のオトシゴ。珍しい魚なんだよ。あ、あそこに変わった魚がいる。近づいてみようよ。あれは魚じゃないよ。ほら、釣りのルアーだ。あ、しまった、釣り糸に引っかかってしまった。うわぁ、制御不能だ。おねしょしちゃった。